みなさん、こんにちは。 J センターの伊坂です。今日は可動化を勉強します。では早速始めましょう。可動化、では見てください。私の学生の時です。学生の時、私は初めてデートをしました。今日はその話をします。デートの話です。初めてのデート、その前の日、私は明日の天気はどうですか、明日の天気はどうですか、心配でした。明日は晴れますか、雨ですか、わかりません。晴れますか、晴れませんか、とても心配でした。晴れますか、晴れませんか、心配でした。晴れるかどうか心配でした。晴れるかどうか心配でした。晴れますか、晴れませんか、この時かどうかを使います。晴れるかどうか心配でした、はい、次です。デートの日、私はレストランへ行きました。ちょっといいレストランです。とても美味しかったです。はあ、ごちそうさまでした。お金を払います。でも、びっくり、驚きました。はあ、高い、お金が、はあ、足りますか、足りませんか、お金が足りますか、足りませんか、確かめました。お金が足りますか、足りませんか、確かめました。うん、かどうかを使います。お金が足りるかどうか確かめました。お金が足りるかどうか確かめました。足りますか、足りませんか、確かめます。借りるかどうか、足りるかどうか確かめました。次です。それから、いろいろなアトラクションになりました。あ、とても楽しかったです。私はとても楽しかったです。でも彼女は、彼女も楽しかったと言いました。彼女も楽しかったと言いました。でも、本当ですか、本当じゃありませんか、わかりません。本当ですか、本当じゃありませんか、わかりません。本当かどうかわかりません。彼女は楽しかったと言いましたが、本当ですか、本当じゃありませんか、わかりません。本当かどうかわかりません、はい、じゃあ例文をもう一度見ましょう。晴れるかどうか心配でした。お金が足りるかどうか確かめました。本当かどうかわかりません。かどうかの前は皆さん何ですか？晴れる、足りる、本当、それからないも使えます。いい形容詞も使えます。かどうかの前は普通形です。晴れますは晴れる、お金が足りますはお金が足りる。でも名詞とな形容詞、これは気をつけてください。本当です、普通形は本当だ。でもかどうかの前、だは言いません。本当かどうかです。本当だかどうかわかりません、これはダメです。本当かどうかわかりません、形に気をつけてください。わかりましたか？今日はかどうかを勉強しました。今日の授業は終わりです。どうでしたか？皆さんも一緒に J センターで日本語を勉強しませんか？ではまた、バイバイ。オンラインで。